よ。여러분밥먹었어오늘은미히나나食堂の収録に来ました。イエーイ。ということで今回はね、미히나나食堂の撮影の裏側をご紹介したいと思います。今日は、浅草にロケに来てます。浅草あらよ、たい焼き作りを体験したいと思います。やっほーやっほーって聞こえた。チラチラチラナナちゃん、おはようございます。おはよう。元気だね、みひろさん。え、なんかいつもさ、あ、なんだろう、年々元気だなと思います。数年前まではなんか車の中とか、着いたら起こしてくださいみたいな感じで。確かに。そうそうだ。で、着いたら、うん、メイクやんなきゃ、うん、終わりましたみたいな感じだけど、うん、今バッチリじゃないですか。バッチリです。今日はちょこちょこ裏側を回していきます。ねえねえ、何この服いくらだと思う？急に？うん、いくらだと思うって聞くってことは安いでしょ。ああ、わかんないですよ。すっごい高いかもしれないし、すっごい安いかもしれないし。2000円。ブー。高いのかな。3000円。ブー。触ってもいいよ。1800円。ブー。ご正解は？正解は、うん、899円。やっすー。いいお買い物した。すごいね、いいお買い物、うん、マジすごくない？うん、高見えします。じゃあ、はい、じゃあ収録行ってきます。レッツゴー。ズンズンズン。お昼ご飯食べに行きます。はい、すごいすごい、勉強してますね。してるよ。ハングゴー、ハングゴー、ハングゴー飲むチョワヘよ。おー。韓国語とっても好きです。あると思います。迷ってます。決められない。イゴイゴカレーよ。オープン。わー、マスケット。チェル먹겠습니다。
バーバースカイツリーだよー。すごいね、めっちゃ近い。アプロスタジオへかよ。はい、もう一本撮ります。楽しいから時間があっという間。今月バレンタインあったじゃないですか。うん。これ食べてください。え、何？え、ほんとね、何だと思う？いや、いつも、うん、なんかあのなんだっけあれ、スイートポテト作ってきてくれるから。ええー、スイートポテト違います。見てみてください。結構ね、お父さんから。すげえ。それね、紅茶なの。紅茶のシフォンちゃん、ごめんね、形がすごい。車に落ちたから。紅茶のシフォンケーキと、うん、あとお父さんもお餅好きって言ってくれてたから。わ、出た。ありがとうございます。これ美味しいんだよね。なんかお父さんにそれを伝えたの。うん、美味しいって言ってくれたのって言って。うんうん、そしたら、うん、本当？って。いっぱい作っちゃおうかなって言って。マジ？そう、いごとえよ。なんて言ったの？これはお餅です。へー、すごい。トッポギって言うじゃん。はい、お餅。とがお餅なんだって。とがお餅。トッポギデザートえよ。ナナちゃんがマンドロッソよ。これで美味しくなかった時がちょっと悲惨なんで、ちょっともうほんとさらっと食べてください。もう普通にさ、お店で売ってる感じ。うん、あ、めっちゃいい香りする。そう、アールグレーにしてみたよ。じゃあチャルモッケスムニだ。はい、おまごよ。ナナちゃんも食べよう。あ、すごい柔らか。あ、すごい。あ、ほんと？もちってしてんだね。うん、うまっ。あ、ほんとに？うん、すごい紅茶の香りがいい。あ、甘さ控えなかもしれないんですけど。好き。もう飲む。マシっさよ。これ大事。お家に持って帰って、うん、ゆっくり食べる。クロミョンスタジオへかよ。あ、こっちです。はい。はい。皆さん、こんにちは。みひろです。ななみななです。はい。ということで、4月になりましたけど、はい。いや、まだまだちょっと若干寒かったりね。うん。そうですね。暖かかったり、寒かったり。みひろの食堂、開店しまーす。いらっしゃい。いらっしゃいませ。はい、OK。大丈夫です。はい。じゃあ、作るところから、エプロンを皆さん、はい。はい。ください。なんかすごい立派な、ねえ、羨ましいです。こんな大きいシャープ。あ、そうなんですか。立派じゃないですか。これでかくない？大きいの羨ましいです。グラタン。2個あるんで。すごい。なんかお菓子作りがなんか企画あったんで。買っちゃいました。買っちゃったんだ。これいくらですか？これででも5本、3、4本じゃないですか。わかんないですけど。あ、でもそんなに。はい、そんなもん。はいはいはい。そうなんだ。わ、意外にもっとなんか10万ぐらいするのかと思ったけど。そんなしないです。しないんだ。はい、この度、みひなな食堂のブルーレイが発売することになりました。はい、嬉しいです。はい、これね、七海奈々ちゃんと一緒に温泉に行ったんですけど、はい、温泉のね、あ、いや、うふーんっていう入浴シーンとか、は
るんですよ。ありますよ。ナナちゃんのあの、はい、すごかったね。はい、うん、ちょっともう映せないギリギリのところまで、はい、ね、頑張りました。音声とかも頑張りつつね。頑張りました。はい。高井さん、そんなエッチ今は今ですか、うん、聞いたらこれセクハラになっちゃうかな。あ、でもね、ちょっと落ち着いたんじゃないかな、色的には。そうなんですね、うん、この時が多分一番黒かった。言っちゃった。はい、と思いますのね。もしかしてこう細めにしたら、ね、もしかしたら見えるかもしれない。見えるのかな、見えるのかな、はい。こちらのブルーレイが欲しい、気になるぞという方は概要欄に、うん、リンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はーい、じゃあねー、バイバーイ。あ、私もデビューしてからもう、何年だろう、19年ぐらい同じサインかな。最初はなかったんですか、サイン。最初はこのウサギの顔じゃなくって、もう筆記体のみひろだったの。あ、シンプルだ。じゃあ、そうそうそう、そっかそっか。でもやっぱりほら、苗字はさ、金子ってついたでしょ。あ、そうだった。そうだ、金子さんだ。金子さんなんですけど、はい、金子さん。やっぱりほら、あの舞台とかそのドラマとか、うん、そういう系のお仕事の時にさ、ポスターにサイン書いてくださいとかあったりするじゃん。うん、そういう時にまだこっちのみひろなのね。あ、だから変えた方がいいのかなとか思ったり。なるほどね、確かにあったらいいね。考えているうちにまだずっと同じサイン。両方あるとファンの方は嬉しいかもしれないですね。考えて。え、私が。ナナちゃん、お疲れ様でした。皆さんまたね。またねー。また来月ねー。サイン書き頑張ってー。頑張りまーす。まだまだいっぱい。頑張りますねー。はーい。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。サンタが甘えてます。ただいまー、サンちゃん。うん？寂しかった？うん、いい匂い。パンもごしっぽよ。うん、ご飯食べようね。はい、みひなな食堂が終わって帰ってきました。もう毎回思うけど、本当にいつも楽しい。なんか遊んでるみたい。仕事っていうか、プライベートで遊びに行ってるみたいな感覚になるお仕事ですね。なので、よかったら皆さん番組見てください。なんかね、Unext でも見れるらしい、うん。よろしくお願いします。じゃあこれからサンタにご飯をあげて、私もご飯食べてお風呂入ろっかな。うん。クロミョン、クッカジバジュショウソウカムサハムニダー、タウンキレヘチュセヨー。バイバーイ。